警視総監在任中の高橋森夫、高橋森夫、一月一日から九百五十七年五月六日は日本の内務官僚である。警視総監、熊本県上増樹郡浜城に生まれる。熊本市属、高橋八八郎の長男。再最,最高を経て1九百八年に東京帝国大学法科大学を卒業し、高等文官試験に合格。翌年内務省に入り、 警視庁警視となる。1910年、家督を相続する。その後、石川県事務官、警察部長、岐阜県警察部長、新潟県警察部長、新潟県内務部長、京都府内務部長、内務監察官等を経て、1922年に第7代、熊本市長となった。熊本市長時代には、市内の近代化を推進し、上水道や自然の整備、 93連帯後の市街地編入の3打事業を完成させた。その後も順調に昇進を続け、滋賀県知事、長野県知事、兵庫県知事、台湾総督府総務長官等を歴任した。そして、1934年、第34代警視総監に就任した。退官後は、熊本に帰り、1941年東洋、語学専門学校理事、 戦後は、同校長となっている。同校は1950年、熊本短期大学となり、1954年4年制度の熊本商科大学を開校させ、初大学長になっている。同校は現在、熊本学園大学となった。1957年に死去した。熊本市は高橋の功績を称え、熊本市名を市民とした。 また、熊本県近代文化功労者にもなっている。趣味は打球。宗教は日蓮宗住所は熊本市福平井町東京目黒区上目黒。ハンセン病患者の指定の通学問題でこじれた達多良事件を解決するために、ハンセン病患者の指定3人を自宅に引き取り、問題の解決に大いに貢献した。ありがとうございます。